はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、こちらフリードのね、モデルオ X コンセプトですね。フリードモデルオ X コンセプト2020ということでね、これね、モデルオ X 2代目になりますよね。あのマイナーチェンジしてからまた新しくモデルオ X が出たということで、いやだいぶね、あのデザイン的にも良くなったのかなという感じします。若干ですけどね、こういう X のデザインが、フロントマスクにねより強調されたかなという感じがしますね。いやでも全体的にねすごい大人びたデザインだなと思います。でフロントグリルね、こう大人しく見えて結構出てます。でこの下にね、あのフィンが、厚いねフィンがね2つついてますよね。いやこれすごいわ。でやはりね、モデュロ X ということで、あの空力ねものすごいやっぱ考えられてるんですよね。土屋圭司さんとね、モデュロ X は、共同開発といいますか、まあ、コラボして一緒に作ったと開発したというものになりますね。このフリードもね、横にねこれ横にポッチがついてるよ。これでねだいぶ空気をね横に流すらしいです。あの旋回するときにだいぶね、これで空気抵抗が変わってくるというものらしいですね。土屋圭司さんとかはね、限界走行してるんですけども、一般道でもね、空力の差が、これでだいぶ違うらしいですね。いやデザインだけじゃないんだなという感じでいいね。タイヤの方はね185の 65R15 15インチを履いております。これねモデュール X の専用アルミホイルということですね。なんかね横はねそんなに変わりないですよね。あのミラーが黒いのとホイールが、専用になったというぐらいかな。後ろね、パッと見ねそんな変わんないですよね。っていうか前と一緒ちゃうこれでもねよく見るとこの下のねバンパーのデザインが、変わってますよね。前はねもうちょっとせり上がってたんですが、今回からねこのセンサーがついたので、これに干渉しないようなデザインになってるということですね。まあ、この辺で抑えられてると。でこれもね地味な変更、側面のねこの部分、これもね形状としては一緒なんですが、ここにねスリットが一本スリットが入ってます。これねデザイナーさんの、ちょっとここ変えてみたかったこだわりみたいですね。まあこれも空力考えられてるんでしょうね。側面もねすごいね綺麗なパネルがついてますね。リアスポイラーはね、いやこれ本当にこれ前のモデュロ X と、いやこれ一緒じゃないですかね。まあフリードね結構やっぱ後ろがね広いんだなという感じがしますよね。6人掛けタイプですね。真ん中がウォークスルーできるやつです。ではね内装の方見てみましょう。はい、ではお邪魔しますと、内装の方はねこんな感じです。やっぱあの黒で結構内装統一されてるんだなという感じがします。まあでも乗った瞬間ね、やっぱフリードって前がすごい広くてね、ごっつ見やすいメーターはね、特に普通のフリードとは変わらない感じですね。スタートボタンもね、あ一緒ですね。まあ、この辺のパネルがね、ピアノブラックといいますか、ちょっとツヤのある黒いデザインになってますよね。でシートはこんな感じここはねあの結構モリッとしてるんですけど、そんなにねガチガチのシートじゃないです。座った感じこんな感じです。いやシートね、多分これ柔らかい方だと思います。ベゼルのシートはね硬いなと思いましたなんかあの車種によってね硬さ変えるんだなという感じしますね。後部座席はねキャプテンシート仕様になってますね。そんなにモデュール X 感はないな。これフロントだけかな、ひょっとして。ガソリンタイプになりますね。水冷直列4気筒エンジン、レギュラーガソリンと。あ、サスペンションね。そうサスペンション変わってます。モデュール X といえばねサスペンションですよね。はい、いかがでしたかね、ホンダフリードモデュール X コンセプト。まあこのマイナーチェンジ後にね、すぐモデュール X が出て、いやなかなか大人びていいデザインだなと思いました。私のチャンネルが面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけでホンダフリードモデュール X コンセプトでした。じゃあねボーイ。